10月に、太陽系の外から飛んできた可能性がある彗星が見つかりました。太陽系の外から来たことがはっきりすれば初めてのことで、世界の天文学者が今、その正体に迫ろうとしています。太陽系の外から来たかもしれないと考えられるのは、普通の彗星と違って、太陽を回らない双曲線と呼ばれる軌道を取っているためです。この軌道を取ると、太陽のそばを一度通過するだけで、 再び戻ることはありません普通の彗星は太陽の周りを何回も繰り返し回っています例えば有名なハレー彗星は海王星の外側から太陽に76年ごとに近づきますさらに1000倍ほど遠くのオールトの雲と呼ばれる場所から来て一周するのに何万年もかかる彗星もあります彗星は 太陽系が生まれた頃の姿を現在も残していますもし太陽系の外から飛んできた彗星が見つかれば我々のものとは別の太陽系の様子を知る大事な手がかりになるのですただ軌道が双曲線なら必ず太陽系の外から来るわけではありませんこれまでも双曲線軌道の彗星はありましたが双曲線の広がり方が小さく太陽系の中で生まれたとみられていました 今回は広がり方がずっと大きかったので太陽系の外から来たのではないかと注目されたのです本当に太陽系の外から来たかは太陽に近づいた水星から出るガスの成分を望遠鏡で調べれば確実ですしかし今回の水星は見つかるのが遅くすでに太陽の近くを過ぎてしまっていましたそこで天文学者は 時間をかけて軌道を詳しく調べ本当に太陽系の外から来たのかを確かめようとしています太陽系の外から来た彗星だとはっきりすれば歴史的な発見になりそうです